主をあがめ。神、今心捧げ。神、ありのまま主を。神、さあ来て讃えよ。神、来たる日にすべてのもの主イエスを愛する。今主をあがめるもの、なんと幸い。主をあがめ。神、今心捧げ。神、ありのまま主を。神、さあ来て讃え。主をあがめるもの、なんと幸い。神、今主をあがめ。神、今心
協会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘樹です。今週はイエス・キリストがお語りになった例え話から祈りについてご一緒に考えていきましょう。今日はルカの福音書11章に出てくるお話です。イエス様はここに出てくる登場人物になったつもりで考えてみなさいと言われ、こんな話を始められました。ある日の真夜中頃です。旅の途中の友人が突然家にやってきました。しかし家には何も出してやるものがありません。そこでこの友達は別の友達のところに行って、パンを3つ貸してくれと頼むのです。するとこの家の友人は、おいおい、こんな夜中に面倒かけないでくれ、もうみんな寝ているんだよと断ってしまうんです。でもしつこく求めれば、この友人もパンを貸してくれるだろうという話なんですね。友達だからといって、まあいろんな人がいますね。真夜中に立ち寄るずうずうしい友達もいれば、もてなしのために奔走する友達もいる。また友達だからといって、真夜中に起きて何かやるなんてとんでもないと、なかなか求めに応じない友達もいるわけです。しかしここで問われているのは、どのような友人関係を私たちが持つべきかということではありません。イエス様はこの例えの締めくくりにこう言われました。ルカの福音書11章8節、あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。こう言われたんです。友達だからといってパンを貸してはもらえなかったけれど、諦めずにあくまで頼み続けるなら、最後にはその友人も貸してくれるだろうと言われたわけですね。一度だけで諦めないで頼み続けることが大切だと話されたわけです。でも誤解しないでくださいね。イエス様は私たちに友達に対してずうずうしく生きようと教えられたわけではないのです。この例えば、私たちが神様に向かって祈る祈りの姿の一面を教えられたのですね。つまり私たちが神様に祈り求めるときに、決して祈ることをやめてはいけません。失望しないで祈り続けることが大切ですよと教えられたのです。時にはとてもずうずうしく見えるかもしれませんが、でも諦めずに求めたなら、あの友人はパンを貸してくれましたよね。まして私たちの神様は愛と真実に満ちた神様なのですから、私たちの祈り求めることを放っておかれるはずがないですよと言われたのです。祈りの姿の第一は、とにかく失望せずに祈り続けていくということなのですね。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘樹です。今週はイエス・キリストがお語りになった例え話から祈りについてご一緒に考えています。イエス・キリストはこんな例えを話されました。ある日の真夜中頃です。旅の途中の友人が突然家にやってきました。しかし家には何も出してやるものがありません。そこでこの友達は別の友達のところに行って、パンを見つかしてくれと頼むのです。するとこの家の友人は、おいおい、こんな夜中に面倒かけないでくれ、もうみんな寝ているんだよと断ってしまいます。でもしつこく求めれば、この友人もパンを貸してくれるだろうという話なんですね。そこで前回は、とにかく失望せずに祈り続けていくことが大切だということをお話をしました。この例えの中で、友人があくまで頼み続けるなら必要を与えてくれるだろうとイエス・キリストは言われましたね。このあくまで頼み続けるならと訳される箇所は、恥知らずと訳されたり、恥をかかないとも訳される、不思議な言葉なんですね。どういうことかと言いますと、頼む側の恥知らずと思えるような行動のゆえに必要なものが与えられるとも訳せるし、頼まれた側が恥をかかないために必要なものを与えるとも訳せるわけです。旧約聖書の箴言3章28節に、あなたに物があるとき、隣人に向かって帰ってまた来なさい、明日あげようと言うなと、このように書かれています。これは友達に頼まれたものが手元にあるなら、その場ですぐに与えるべきだということですね。ユダヤの社会に生きているなら、よく聞かされていた言葉だったはずです。
ですからイエス・キリストの例え話を聞いた人たちは、友達がパンを貸してくれと頼みに来たら、夜中であってもすぐに貸してやるのが当たり前だと思ったかもしれません。いくら真夜中に起こされて迷惑だったとしても、貸さなければ後で友達に頼まれたのに断った男として恥をかくことになるかもしれません。ですから自分のメンツにかけて、頼まれた友人は自分が恥をかかないためにも必要なパンを貸すだろうというような意味にも取ることができるというわけです。だとすると、まして私たちの愛なる神様は、ご自分のメンツにかけて、ご自分の名にかけて、私たちの祈りを放っておかれるはずがない、聞かずにはおられない方だということを知ることができるのです。失望せずに祈り続ける。それは神様がご自分のメンツにかけても聞いてくださるということなんですね。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。今週はイエス・キリストがお語りになった例え話から祈りについてご一緒に考えています。前回は神様はご自分のメンツにかけても私たちの祈りを聞いてくださる方だというお話をいたしました。祈りを聞いてくださる神様がおられるというのはなんと幸いなことでしょう。旧約聖書の詩編42編1節には、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます、私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いていますと記されています。私たちが神様を信頼し生きようとするとき、時々自分勝手な思い込みを持ってしまうことがあります。その一つは、神様を信じたら良いことがある、神様を信じたらすべてうまくいくという思い込みです。でも神様を信じていたらすべてうまくいくと考えてしまうと、調子が悪くなったり苦しみ病気などが起こると、なんで神様はこんなことをなさるのか、神様なんて信じられない、ちっともうまくいかない、それで終わってしまうんです。もう一つの思い違いは、神様を信じれば問題が襲ってきても悩んだり落ち込んだりはしないという思い込みです。もし悩んだり落ち込んだりしてしまうと、ああそれは自分には立派な信仰がないためだと自分を責めてしまうのです。こうした生き方もいつしか疲れつまずいてしまいます。しかし聖書の教えている信仰のあり方はそういうものとは違います。自分が中心にならないんですね。たとえ困難があっても、悩みの中にあっても、神様はなお私を愛してくださる。神様がなお私を導いてくださる。神様が祈りを聞いてくださるといつも主語が自分ではなく神様に置き換えられて生きていくことができるんです。この詩編の作者は、生ける神を求めて乾いていますと記していますね。生きている神様に求めるのでなければ、その求めは虚しいものです。この詩編の作者は、人生最大の困難の中で渇きを覚え、苦しみが襲ってきたとき、こんな苦しみがあるのだから、もはや神などいないとは告白しませんでした。生ける神様を慕い求めたのです。神様を否定して、問題の解決を得ることはできません。神様を呪って、道が開かれることはありません。自分では理解できない苦しみがあるからこそ、その葛藤の中で私たちは生ける神様に祈り求め続けていくのです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。今週はイエス・キリストがお語りになった例え話から祈りについてご一緒に考えています。前回は生ける神様を求めて失望せずに祈っていこうというお話をしました。イエス・キリストはルカ11章の例え話の後、大変有名な言葉をお語りになりました。ルカ11章9節ですから、あなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれますと。この求めなさい、探しなさい、叩きなさいという言葉は、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという継続を示す言葉です。
一度で諦めてしまわずに継続的に必要に祈り続けることが大切ですよとイエス・キリストは教えられました。しかし私たちはそうは言っても祈り続けることをやめてしまうことがたびたびありますよね。それはいくつかの理由があるからです。その一つは、神様は現実の生活に関わりのない方ではないかと思ってしまうからです。神様は私の生活と関わりがないと考えたら、神様に祈り求めようとはしませんね。時々神様に祈ることは信仰的な非常に高尚なことなのだから、そんなにしつこく、それも日常の些細なことまで祈ることはしてはいけないのではないかと思っている人がいます。しかし神様は私たちの衣食住から生活のすべてに関心を持っておられ、私たちの必要を満たそうと働かれるお方です。ですからイエス・キリストが弟子たちに教えられた祈りの中には、日ごとの糧を今日も与えたまえと教えられていますよね。私たちはどんな些細なことでも祈り求めていけばいいのです。私が大学生の時、神様は本当に祈りに応えてくださる方なのかを調べてみようと思ったんです。大学ノートに自分が祈った祈りを箇条書きにしました。そして答えられた祈りはその上に赤い線を引っ張っていったんです。どんだったと思いますか？大学ノートはほとんど赤い線で埋め尽くされたのです。ただ神様は愛なる秩序のある方ですから、自分勝手な神様の愛に背くような祈りに対してはノー、それは与えないという答えをもらいました。またある時はそのことはしばらく待ちなさいということも教えられました。祈ってみて、神様は生活の些細なことの中にも働いてくださっているということを知ったのです。これはやってみる価値がありますよね。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘樹です。今週はイエス・キリストがお語りになった例え話から祈りについてご一緒に考えています。前回は生ける神様を求めて失望せずに祈っていこうという話をしましたね。しかし祈り続けることをやめてしまうことがたびたびあります。その一つは、神様は現実の生活に関わりのない方ではないかと思ってしまうことだということをお話ししました。そして二つ目はですね、神様の力を過小評価しているということもあると思います。大学時代にあなたの神は小さすぎるという本を読みました。タイトルが面白いですね。私たちは時々神様を自分の小さな理性という箱に押し込めてしまうのです。そして神様だってこの問題の解決は無理だよなと勝手に決めつけてしまうのです。そうすると祈り続けることなどできなくなりますね。神様もこの問題については無理だよなと思ったら、祈る気持ちなどどこかに行ってしまいます。でも聖書の神様は無から有を生み出す神様です。何もないところからあるものを生み出すことのできるお方です。ですから私たちにとって難しいことであっても、神様にとっては不可能はありません。だから私たちは大胆に、必要に、神様あなたの最善がこのことの中で行われますようにと祈り続けることができるのです。そして3番目は、待つことができないという弱さです。私たちは祈っても何も結果が見えないとすぐに失望し諦めてしまいます。でも多くの場合、祈りが実現されていくためには時間がかかるのです。また祈り続けるうちに、私たちの側の態度や思いというものが変化してきて、本当に必要なものを祈ることができるようになっていくこともあります。祈り続けるうちに、神様がどのようなことを願い望んでおられるのかが少しずつ分かってくることもあるのです。そして祈っている自分の姿も見えてきますね。つまり祈り続けることは、些細なことから大きな問題まで多岐にわたるでしょう。しかしその祈りの中で自らの姿を知り、神様がどのようなお方かを知ることができるのです。どうして祈り続けなさいとイエス様は言われたのでしょう。それは、神様に祈り続けることによってあなたを成長させ、あなたの品性を整えていくことにつながっていくからなんですよというわけですね。祈りは神様とのコミュニケーションです。祈りの中で神様との関係が深まっていきます。だから祈りの継続は大切なんですね。
キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘樹です。今週はイエス・キリストがお語りになった例え話から祈りについてお話をしてきました。イエス・キリストは失望しないで祈り求めることの大切さを私たちに教えてくださいました。そしてルカの福音書11章11節から13節でこう言われました。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。ここに魚の代わりに蛇、卵の代わりにサソリが出てきますね。マタイの福音書ではパンの代わりに石を与えることがあるだろうかと記されています。実はこれは似て非なるもののリストなんですね。魚と蛇はどう見ても似ていないと思いますよね。でもひょろ長い蛇に似ているような魚、魚がいますよね。また卵とサソリは似ても似つかないように思いますが、石がゴロゴロしている場所でサソリが丸まっているとまるで卵のように見えるので、子供が間違って触って刺されてしまうということがあるそうです。また石は遠くから見たらパンのように見えますよね。つまりイエス様がここで言われているのは、あなた方の求めに対して似てはいるけれどあなた方に害を加えるような偽物を与えるようなことは天の父なる神様はご自分の名にかけてメンツにかけて絶対になさらないですよ。神様は良いものだけをあなたに与えてくださるのですよと約束されたのです。神様が与えてくださる良いものとは一体何でしょう。それは聖霊だと教えています。イエス・キリストはヨハネの福音書14章16節で、私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと約束してくださいました。神様が与える最も良いものとは、イエス様が私はあなたを捨てて一人ぼっちにはしないと約束されたことの実現となることでした。聖霊が共にいてくださるとは、イエス様があなたと共にいてくださるということと同じことなんですね。ですから私たちは失望せずに、主イエス・キリストの素晴らしい名前を通してどんなことも祈り続けることができるのですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。